皆さんこんにちは、ゆうこです。このチャンネルでは軽井沢の、在住の YouTuber が軽井沢の、リアルな情報をお届けします。今日はですね、矢ヶ崎公園に来ています。で、日曜日なんですけど、ゴールデンウィーク直後ということもあって割と人が少ないっていう印象ですかね。今ね、だいたい軽井沢の気温が日陰だと13度ぐらいですかね。で、日向になると15度ぐらいあるんですけど、今日ね、下に T シャツを着てるんですけど、ちょっとそれでこの羽織で肌寒いかなっていう感じなので、やっぱり羽織物が必須かなという感じですね。で、なんか軽井沢でフォトフェスティバルっていうのかな、言うほど盛り上がってるのかわかんないんですけど、フォトがこういう屋外展示のね、ものがあって、もともとはこれ御代田町、お隣の町でやってるものを、まあ模倣した感じではあるんですけれども、こんな感じでところどころにね、飾っています。ちょうどね、桜もね、これも桜か、いろんな種類の桜、まあそんなに数多くないんですけど咲いてて、ちょうどね散ってる感じですかね。ツツジが咲き始めてる感じかな。ちょっとお散歩の絵もしていこうかなと思うんですけれどもね、ちょうど今本当に筒子とかもこうあっと咲いて、春のいい季節だと思うので、ちょっと私喘息があって息がね、ごめんなさい、時々切れてると思うんですけれども、この時期が一番喘息の症状が重いので、ごめんなさい、ちょっと聞きづらかったら申し訳ないんですけれども、こんな感じでちょっと紹介していきたいと思います。で、矢ヶ崎公園からちょっと駅の方に来ましたけど、駅の左手のジーナって書いてあるのが以前ご紹介したすごい本格的なイタリアンジェラートのお店です。その隣の焼肉屋さんは変わりましたすごいね、今新緑が綺麗な季節です。この右手が白川堂さんですね。ここは昔から軽井沢土産のお菓子が人気かな。であとね、あそこに、ね、韓国料理屋さんができました。サランヘっていうお店ですよね。ちょっとやっぱ結構変わってますね。あとこっち神秘堂の隣が食堂だったんですけど、今工事が入ってて新しい何かに変わりそうな感じですかね。もうすごい気持ちいいね、今日。どうですか、気持ちいい、うん、私にとっては結構花粉があるのできつい季節なんですけど、あ、蝶詰屋さんのお花がすごい綺麗。パンジーがすごい綺麗ですね。あ、まあまあお客さん入ってる。入ってますね。はい。どれぐらいピークかっていうのは、私はアトリエド・フロマージュのさ、レストランの行列で、あ、繁忙期だなっていうのを感じるんですよね。今日はね、日曜日だけど、本当にそんなに並んでなくて、みんな並んでる人が座れてるぐらいなので、割と、やっぱりゴールデンウィーク直後は狙い目ですね。空いてます、結構。で、季節的にもやっぱりちょっと、日陰とか入ると肌寒いんですけど、日向だとね、結構過ごしやすいし、本当に爽やかなので、おすすめですね。さっきね、ここで、この82銀行の、ここでなんか、写真撮ってる人いました。海外の人だと思います。なんか映えるのかな海外の人的に映えるのかな。ティラミスのお店ができてますね。奇跡のティラミスってくれたなんか奇跡系多いですね。はい。で、ここが加藤プレジャーさんのツインラインホテルですね。ツルトンタン会社です。お昼とかもねやってるんですよね。チーズケーキが900円でコーヒー500円。そこにアサイボールのお店ができましたね。ところどころやっぱりテナント空いてますね。でも一時期のやっぱりコロナの時よりはお店埋まってるかなっていう感じではあるんですけどね。結構入れ替えがね激しいですね、彼女はね。あ、この前ね、ご紹介したハンバーガー屋さんがそちらです。
でしょ。とっても美味しかったのでまた行きたいと思います。おすすめです。もうそこがね、エンポカさんが今なくなったっていうか閉じてあんな感じになってて、赤坂飯店さんがもう完全に建物のもう面影すらない面影すらない感じになってますね。あとね、ケーキちょっと食べたいなっていう人はこのエレガンスさんとかもね、フランスのケーキなので、こんな感じでね、ドリンクとかもあるし、結構お茶休憩するできるとこね、いっぱいありますもんね。私があの甘いもの好きのお友達がなんか生クリームがすごい美味しいクレープがあるよっていう風に教わってすごい行列してないか今日は。結構でも多い時はすごい行列してる人気のお店みたいなんですけど、そこはなんか改工事してる感じですかね。あ、私ちょっとあと行く気になるお店があって、このサロンドテがちょっと気になってて、お客さんいますね。ランチメニューが、ポタージュスープ、キッシュ、キッシュランチか、いいですね。気になるな。撮影できるか聞いてみる。動画とかって撮影させていただくことってか、ね、YouTube、 YouTube でいいですか。あ、はい、一応名刺があって、カリザーの情報を中心に発信して、ありがとうございます。ランチってキッシュランチだけですか今はね。今は夫がフランス人なんですけど、はいはい、まだ来てないんで、来週ぐらい来て、6月ぐらいからあのフランス料理のランチもやってきます。あ、なるほど。またじゃあ6月になったら、あの電話、はい、します。はい、はい、そうです。はい、 OK OK はい、なんかこちらカヌレがすごい美味しいってことなので、こちらのカヌレ350円だったかな、買いました。今度はですね、6月にフランス人の旦那さんが来日して、6月からあのスペシャルランチがあるそうなので、ちょっとそれをまた来月お送りしたいと思いますので、なんか見てくださってるみたいで分かってくださったので楽しみです。お茶の種類も結構多かったのでちょっと楽しみです。はい、はい、ということで本日は軽井沢の散策してみました。新しいお店がね、結構思った以上にできてて、私たちもね、ちょっとワクワクしました。ご視聴いただきどうもありがとうございました。この動画がいいねと思ったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録、また当チャンネルが続くにスーパーサンクスへのご支援もお待ちしております。それじゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。